中西達也とは、地方競馬の高知競馬場所属の元騎手、現状教師である。多くの地元住所に勝利するなど活躍し、高知競馬場の人気騎手であった。地方競馬教養センターの同期として、西川俊弘、吉田実、る、東川正則がおり、親密な関係にある。その競馬遠征時1987年4月4日、中津競馬場にて、 スネークシア統合に帰場してデビュー。その後、旧社の解散に伴って1997年に高知競馬場へ移籍し、丹田旧社に所属。2006年7月9日、中央競馬に初めて遠征し、プロキオンステークスを含む3レースに帰場。2009年、グランシングに帰場し、高知競馬の3冠を達成する。2010年10月23日、 高知競馬第11競争にて、パブリッシャー号に騎乗し、地方競馬通算2000勝を達成する。2011年2月22日、その田競馬場で行われた第19回、ゴールデンジョッキーカップにて1着、5着、3着という、成績を収め優勝を果たす。2016年4月24日、第2回高知競馬1日目第6競争 C3 から9組条件戦を、 サウスカントリーで優勝し、18,085戦目で、地方競馬通算2,500勝を達成した。2017年7月、調教師試験に合格し、同月をもって、騎士を引退し、調教師に転身する。地方通算成績は18,108、2,504勝2着2,438回3着2,443回。 勝率13.8%、連帯率27.3%。ありがとうございます。